妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、フランスのティア8プレミアム中戦車、バティニョールシャティヨンブラスクこと、ブラスクさんだね。うむ。マップはウエストフィールド、マッチングはティア8と9だね。それじゃあ初動は高速中戦車だし、南東に行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。今日のマッチング、ブラスクさんが味方に3両もいるね。うむ。敵はブラスクさん1両だけだし、これはもう勝ったつもりでいてもいいのではないだろうかって感じだね。あわう。ティア9戦場だし、それはちょっと気が早くないかな。ふむ、それもそうだね。とはいえ、あえて提唱させていただこう。お姉ちゃんの新理論、ブラスクさんが多い方が勝つ理論を。あわう。この理論が正しいかは、この戦闘結果でわかるってね。そうだねお姉ちゃん。さて、そろそろ接敵する頃だけど、誰が来てるかな？パッと見誰も来てないねお姉ちゃん。我らがブラスクさん正体に恐れをなしたかな？私たちが敵サイドだったら、ブラスクさん3両に、ティア級のローダーさんまで来る可能性のある場所には、ちょっと近づきたくないよね。ふむ、それは確かに。というかちょっとどころか全力で近づきたくないね。そうだねお姉ちゃん。おっと、あれはスパパさんだね。私たちの位置からは撃てないけど、あれは右にいるティア級ローダーさんの攻撃かな？きっとそうだねお姉ちゃん。そして背後に 7RH さんの登場だね。うむ。と、ナイス撃破だ味方さんだね。あの位置にはこれ以上敵がいない気がするし、ここは威力偵察と行こうか。了解だよお姉ちゃん。この味方の数でなら、よほど敵が多くない限り負けないもんね。うむ。突撃すべきタイミングでは突撃するべしってね。さあさあ 7RH さん、ブラスクさんがお相手ですよ。ナイスショット大妹よ。それじゃあリロードだし、このまま退避しようか。了解だよお姉ちゃん。おっと、あれに見えるは敵ブラスクさんだね。このまま敵ブラスクさんを倒せれば、ブラスクさん数3対0と圧倒的有利になるし、倒しに行こうかって、倒されてたね。ナイス撃破だ味方さんだよね。うむ。それじゃあ私たちは 7RH さんを仕留めちゃおうか。よしよし、ナイス撃破だ妹よ。それぞれが野良車両なのに、ブラスクさん3両による早い時間帯での同時突撃、敵の 7RH さんには同情したくなっちゃうよね。うむ。もし私たちが敵の立場だったら、ブラスクさん正体強すぎ。って、全力で文句言っちゃうレベルだったね。さて、他のブラスクさんとは別れちゃったけど、ここからは楽しい裏取りタイムだね。了解だよお姉ちゃん。油断してる敵を狙い撃つね。うむ。あのアメリカンカブトムシ号とかいい感じだね。よしよし、ナイス連続ショット大妹よ。それじゃあリロードして、サイドアタックと行こうか。了解だよお姉ちゃん。お姉ちゃん、味方ブラスクさんの一両が、自走さんを倒しに行ってるね。うむ。ブラスクさんならワンマガで絶対自走さんを倒せるし、いい感じだね。そして私たちの相手はバッチャ AP さんか。ナイス連続ショット大妹よ。そして対比だ対比。了解だよお姉ちゃん。T54 さんのところに逃げちゃうね。うむ。それがいいね。と思ったら、それを察してか追いかけては来なかったね。本当だねお姉ちゃん。敵さんながらいい感してるね。と、むう、自走砲だと？ブラスクさん仲間が倒しに行ってたと思ったけど、やられちゃってたんだね。うむ。どうやらログを見るに、丘上の704にやられちゃってたみたいだね。この戦力差、すでに勝敗は決していると言ってもいいけど、だからこそあのブラスクさんの仇討ちに行こうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。さあさあ704よ、覚悟するがいい。ふう、取られちゃったか。それなら自走さん追って、むう、さすがにスタン中にこの距離は当たらないか。どんまいだよお姉ちゃん。最後は味方自走さんの一撃でバトル終了。無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ2120、キル数2、アシスト1834、棒ダメ0。スコアは1088でチーム内トップ、
にバッジをゲットだね。終始は、さすがブラスクさん。禁断オンリープレイだったのに余裕の黒字だね。今日は私の新理論、ブラスクさんが多い方が勝つ理論の実証もできたし、すごくいい感じだったね。あわう。そのお姉ちゃんの理論、きっと乗る戦車が変わるとコロコロ変わるよね。うむ。そうかもしれないね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。